あ、本当によ。え、今日どんな、え、何の料理するの？いや、赤カブの千枚漬け。ご飯にね、なんかかんか入ってる。大豆ご飯はね、年中。ここで春はエンドウ豆が入っておったし、秋はさつまいもが入ったりね。だからそういうもん食べとったから、今80代元気ながんないかなと思うわ、うん。やっぱり食べ物って大事なんですか？食べ物大事やよ。私だからね、民宿した時にそう思ったが、やっぱり自給自足で自分で作ったものを自分で料理して出すが一番いいかなと思って、うん。塩まぶして、塩がつかぬ間があるぐらいだったら、うん、そうせんとね、びちょびちょになって、味入れてもいい味にならんが。だから塩大事です。チーズや。チーズっていうのは？いや、両方とも同じ量。砂糖と？酢と。それで味見ない。あ、なんかピンク色になってきたかな。少しなってくるやろ。これ時間経つとなるが、だんだん。うん。面白いよ。酢が入るとなるわ。食べる？うん、どうけ？味見てみて。自画自賛で美味しい？美味しい。どんな味ですか？甘酸っぱい。どうですか？何点ぐらいですか？何点？うん、点数つけるとしたら。はあ、そんなもん。自分でしたがやからそう思いもならんな。うん、そんでも。まあまあ80点やな。80点。